皆さんこんにちは、海野和夫です。僕は昆虫を撮るこうカメラマンなんですね。なんで、昆虫カメラマンになったかというと、僕はカメラがですね、子供の頃から大好き、そして、昆虫が大好きと、これだとですね、もう昆虫カメラマンしかないかななんて思って、この仕事を始めて40年になります。これから、昆虫の講座ということで、昆虫のどんなところが面白かった、どんなところを見たらいいだろうか、そんな話をですね、やってみたいというふうに思っています。どうぞよろしくお願いいたします。生物界の中で、最も多様性に満ちた世界は昆虫の世界だというふうに言われています。昆虫の歴史はおよそ3億年から4億年というふうに言われています。その間に数を爆発的に増やして、今では全世界で100万種以上の昆虫に名前がついているんですね。昆虫がたくさんの種類に分化することができた、その理由は昆虫が小さいからです。小さければ暮らすスペースもすごく少なくて済むんですね。昆虫はとってもこう省エネな生き物なんです。スペースが小さくて済むならば、いろんなところ、例えば、これくらいの広さがあったら、ここに1種類、ここに1種類というふうにたくさんの虫たちがこう住むことができるんですね。例えばここにテーブルがあります。直径が60センチぐらい、僕たちにとってこう60センチっていうと随分短いんですけども、アリにとってみたら一体どれくらいの広さになるのかなって考えたことありますか。まあ、アリといってもいろんな種類がいて、大きさも様々、小は1ミリ以下から、大は2センチ3センチというアリまでいます。一般的に庭で見られる黒いアリ、黒アリや黒山アリ、これはだいたい5ミリから1センチぐらいです。つまり僕たちの大きさのですね、300分の1ぐらいしかないんですね。ということは、この60センチのテーブルは実はもし僕がアリだったら300倍の大きさに感じるはずなんですね。60センチの300倍というと180メーターです。そんな広い土地があれば、そこで、家族で僕たちだったら過ごしてですね、大きな農園を作って自給自足ができる、そんな世界なんですね。ですからそこにアリは、巣を作って、これくらいの範囲だけでですね、十分その一つの群れがね、拠点とするだけの広さの土地を確保できるわけです。そんな風にして、昆虫たちは、様々なところで、自分の持ち場というものを獲得してきたんですね。